はいどうも、霊夢だよ。はいどうも、マリサだぜ。ファスモフォビア、マップ解説。今回はポイントホープです。ついに最後だな。うん、一応最新のマップね。マップはこんな感じです。海外のサイトを参考にしたんだけどブレーカーの位置が全然違いました。なのでこちらで修正してます。別のサイトは、位置が合っておりましたのでこちらも参考にしております。ただ、さっきのサイトの方がマップ自体は見やすかったので、そちらをベースにしております。何を解説するんだっけ？ブレーカーと呪いのアイテムの位置よ。オッケーオッケーだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。このマップはブレーカー何箇所あるんだ？4箇所です。10階建てで、基本階段登って右側にあります。今回のブレーカーは2階です。縦に長いステージなんだな。はい、なので、暗闇での行動しすぎると正気度がどんどん下がっていきます。小マップ扱いなので、それは結構大変だな。なおさらすぐブレーカー上げないとな。そういうことです。正直このマップはブレーカーの位置覚えなくても階段上がっていけばいずれ見つかります。なるほどな。部屋の電気も少し特殊なので、後ほど簡単に説明します。さて、1階のリビングルーム奥の階段を上がります。上がった先の右側にありました。これでブレーカーはオンです。電気のスイッチはこんな感じです。左側をつけると、手前側。右をつけると奥の電気がつきます。今はあえて落としました。この後右つけます。こうすると部屋全体の明かりがつきます。これは手前消して奥つけた状態です。なるほど、細かい設定だな。さて、お次は2箇所目です。これは1階の入り口入ってすぐです。ここだけは階段登ってもわからない場所なので、覚えておきましょう。とは言っても入り口すぐなので見つけやすいですが。結構入り口まで遠いな。うん、このステージの難しい要素の一つね。さて、入り口右手の扉を開けて、その右の壁にあります。1階は結構電気のスイッチが多いです。この部屋は、先ほどの2階同様、奥と手前に明かりがあります。この部屋で調査する場合は、両方つけると正気度保ちやすいと思います。さて、お次は3箇所目です。6階ですね。遠いな。ね。ブレーカー上げに行くだけでも、正気度が下がっちゃう。ここが一番遠いのか？はい。残るは4階なので、ここが一番外れかも。現場が上の階の場合はいいかもしれないけど。なるほどな。お邪魔します。例のごとく階段を上がっていきます。登ると上がる、どっちが正解なんだろうな。意味が伝われば良いと思います。確かに。遠いな。うん、正気度が心配になる。遠いな。遠い、でももうすぐよ。ようやく到着です。こんな感じに通路も電気つきます。さて、お次は4箇所目です。4階のビリヤードがある部屋です。ちょうど中間って感じの場所だな。そうね、このマップは電気のつけすぎでブレーカー落ちやすいから、悪くない場所かもね。遠いな。お邪魔します。さて、まずは階段を目指します。階段の音が妙にリアルだな。めっちゃ雰囲気あるわね。さて、この上が4階です。ありました。以上がブレーカー4箇所です。結構確認したので大丈夫かと思いますが、間違っていたらごめんなさい。さて、このまま呪いのアイテム探します。まず、1階リビングルームのソファーの間に、タロットカード。このマップは、1から8階まで、2階を除いた全階層に1つずつあります。ふむふむ。さて、お次は3階ダイニングルーム。ワイン棚の右奥のテーブルの右側。呪いの手鏡。
お次は4階、ゲームルームです。ビリヤード部屋か。この真ん中の棚のところに、ミジャ版。お次は5階、バスルームです。扉開けてすぐ、魔法陣。お次は6階、マスターベッドルーム。真面目にお願いします。失礼。さて、入ってすぐの右の化粧台に、オルゴール。お次は7階、子供部屋です。子供部屋が7階ってのもすごいな。そうね、日々怖そう。さて、この部屋の突き当たりには、あ、ブレーカー落ちたな。懐中電灯で続けます。さて、奥の棚には、ブーブー人形。お次は8階、メンテナンスルームです。ちなみにこのサメを持って右クリックすると、おお、びっくりした。友達と遊ぶ時にできます。最初はびっくりするのでほどほどにね。さて8階、上がってすぐの作業台に、猿の手。以上がこのマップの呪いのアイテムの位置です。さて、マップのおさらいです。多層階ですが、ブレーカーはわかりやすいですね。さて、マップのブレーカーと呪いのアイテム1解説動画もこれでおしまいです。長かったな。でも私自身かなり覚えたので、知識は増えてよかったわ。概要欄に再生リスト貼っておくので、これから始める方の参考になれば幸いです。ふむふむ、確かハロウィンあたりにコンソール版も出るんだっけ？その予定みたいね。そこから始める人にも参考になれば幸いね。そのあたりで一括動画作ろうと思います。さて、今回はポイントオホープでした。皆様良きファスモ生活をお送りくださいませ。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。